ル・ディヴァン・デュー・モンドは、フランス・パリ市18区、ピガール・地区マルティール通り75番地にある、劇場を改装した、コンサートスペース。ディヴァンとは、ソファに似た、東洋風のチョイスのことで、レ・ディヴァン・デュー・モンドは、世界のチョイスないし、世界の会議といった意味になる。19世紀初頭、この場所には、ラ・ミューゼット・ド・サン・イコール・フルールという舞踏室があった。1861年、 改装されて、ラブラッスリーで、マルティールとなり、シャルル・ボード・レールや、ジュール・バレスらが通う店となった。1873年には、カフェ・コンセールに代わり、オーナーのテオフィル,ル・ホールによって、ルディ・バン・ジャポネと名付けられ、内装も日本風に飾られた。後に店を受け継いだ、ジュール・サラザンは、地下にもう一つ部屋を設け、前期ユーモアの殿王と名付けた。 ロートレック作のルディバン・ジャポネのポスターには、踊り子、ジャンネ・ワブリルと批評家、エドアール・デュ・ジャルダンが描かれている、キャバレー歌手、イベット・ギル・ベールは、1 8 9一年に、ここに出演して、有名になり、ドラネムもここによく出演していた。1 8 9四年には、無言劇、レクルシェイ・デラマリが上演されたが、これは初めて、裸の女性が舞台に登場したとして、 監修の間に騒ぎを巻き起こした。アンリド・トゥールーズ・ロートレックやアドルフ・レオン・ウィレット、後にはパブロ・ピカソなども足しげく通った。1901年にはデアトレド・ラ・コメディ・モンディーンに変わったが、後にはさらにエロティックなショーの劇場に変わった。1994年にル・ディバン・デュ・モンドとして再オープンし、特にワールド・ミュージックのコンサート会場として知られるようになった。 2009年11月に全面的な改装が行われ、以降はコンサートからクラブイベントまで様々な行事が行われるようになっている。ありがとうございます。